3、2、1、0。ゼロから写真始めますの。シト、クリフォード、サプリメント、イカチュン、シジマです。お願いします。今日は新体制初のというかゼロ一初の質問コーナーを動画にしていきたいと思います。みんなインスタに書いてくれてありがとうね。質問。まあ、サクサク答えていきましょうかね。結構たくさん来てたっぽいので、はい、いきますよ。はい、レッツゴー。ゴー。違う。これさ、カメラを前にするとすごい元気なくなるのどうして？カメラを前にするとすごい元気なくなるのどうして？ということで、質問たくさん来てたのでサクサクやっていこうと思います。いきますよ、せーの、レッツゴー。大丈夫ですか？まあまあ、そうです。まあ、大丈夫。はいはいはい、こっから。じゃあ質問いきます。名前は？シト、クリフォード、サプリメント、イカチュン、シジマ。メンバーカラーは？白、青、黄色、紫、アサギ。セクシャルバイオレット、セクシャルホワイト、ブルーなよ、ブルー。ありがとう。パステルブルー。何歳ですか？28歳。 24 22。おにぎり。23歳。おにぎり一応非公開だから。身長は？180くらい。164.5、167、147、175。体重は？68、58、53。ボールペンぐらい。60。50超えたんよね。おめでとう。こいつ40キロ。いやいやいや、言うな言うな。なんで痩せてたの？あ、やめて。出身はどこですか？千葉の県。東京都。京都。東京都は何分使えねえよ。好きな食べ物は？寿司。カレーライス。白いもの？赤身のお寿司。マンゴー。白いもの？白いもの。俺には気づいたんだって。いや、白いもの、あの、揚げてみ、全部揚げてみ。ご飯。白米好き。カルピス好き。団子好き。生クリーム好き。いや、だから白いものマジでうまいなって最近気づいて。サバ？サバ。サバ。サバ。行こう行こう、次行こう。趣味は何ですか？ラーメン。漫画めっちゃ読むこと。動物の動画とか見てる。おにぎり屋さんのおかず。洋服を見る。ちょ、ごめん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 。趣味ラーメンは何？ラーメンを食べることにしよう。調べるのも好きだし。ギリギリする。ラーメン全般。おにぎりのおにぎりのじゃあおにぎり屋さんのおかずが何か？趣味が何？おかずが何？見たり買ったりってこと？食べたりするのが好きとか。もうやりましょう。やりましょう。帰るわ帰るわ。趣味は何ですか？ラーメン全般。漫画を読むこと。動物の動画を見ます。リップ収集。おお。座右の銘は何ですか？すべては楽しいのため。思い立ったが吉日。何でもやる。とりあえずスタンス。走る。何でもやるんだ。何でもやるんだね。何でもやるって言って。何でもやるんだ。何でもやるって言ってるの。やめてや。今度体重減ってまう。いや、おやろ、つなげてない。減ったくなり使うことになる。走る。うん、走るね。シンプル。マジ誰かしじまさんが爆走してる動画送ってほしい。あ、持って持って持ってる。ある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 。メンバーの第一印象は？まず人の第一印象どうぞ。サングラス。紛らわしいな、今やると。手は焼きお兄さん。なし。気さくな方。じゃあ次、クリフォードの第一印象。アグレッシブ。おー、うん、元気。おー、うん、少年。おー、好奇心旺盛。あー、うん、変わってないよ、確かに。で、今もそう。確かに、確かに。サプリメントの第一印象。尖って見えて丸い。ポーチめっちゃうまいやつ。少年。無口。ああ。私ダンゴムシハゲケンズのオーディションって初めて知ったからさ。ああ、あのなんか謎写真のやつ。そう確かに。一番多分早いから。シトさんとイカチュンどっちが先にサプと知り合った？え？サプじゃね？あ、違う違う。多分チュンさんじゃん。多分私。高二か高一。イカチュンの第一印象。大人っぽい。ふっかる。有名人。泣き。あ、自分の。めっちゃ関西人。
サプリメントのあだ名。ちょ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 っと声小さくならないように気をつけないと。そう。サプリメントのあだ名。滑り台。サプです。サプや。サプだね。サプ。メンバーの中で一番オタゲうまいのは？オタゲがうまい人。ああ。オタゲがね。オタゲがだから。難しいな。それで言うと俺下好きになっちゃう。はこの白いこれがね、ピリ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 って俺だなって思います。はい、言うなら自信満々であるしじまさんですか。サンダースネークというところに特化したといえばしじまですね。そりゃあ、いや、万能型でいうのはマジクリフォードなんだよ。だから どっちかでね、しまよった。どっちかでね。メンバーの中で一番うまいのは、いろいろひっくるめてだろう。いろいろひっくるめてな。そうだ、ショーケースなり、そう、そういう感じね。あー、なら、まあまあ、シジマ、イカチュン、クリフォー。最近来てるのは、個人的急上昇ワードはサプ。俺どうやったらオタゲ上手くなりますか。ファイヤル。ひたすら光を持って撮影して、めっちゃ観察して、音とか自分の動画見て好きなところを見る。サプは自分のどんなところが好きなの。俺はずっとね、装置の円の綺麗さしか見てなかったから、そこだけだと思う。弱いところを知る自分。重心を作るために体幹を鍛えること。これマジだと思う。マジで大事。重心がないと何もできないと思ってた方がいい。じゃあしじまさん走ってください。3、2、1、ゴー。ダメージ人生。ダメージ人生。俺の本体。いたー。どこかの後でバンソクあげる。いやいやいや。よいしょ。ゼロウチさん大好きです。これからも頑張ってください。ありがとう。ありがとう。Thank you。ありがとうな。マジで。サプリメントさんのサングラスは何なんですか。俺が聞きたい。ちょうだいです。なんで好きだからだよ。おい小さい出ろ。あのさ、ここさ、カメラアップにしてほしい。左手震えてる。ゼロウチの動画で一番好きなものは。ゼロウチのアカウントから上がってる。そうだ、それにしましょう。今の直感はステイ。アプラントポートシス取り扱い注意。マジで、今日一応聞こえてたわ。アシュラちゃん。ああ、はい。ああ、え、何で好きなの。好き。あ、ネット。なんでだろうね、ゼロウチラストなんで。あ、クリフォードさん、全中してください。全中って全中って。あ、今編集で。あ、いや、編集でね。俺らが一番置いてかれたじゃん今。今編集してたら俺の顔多分グルンってやる。人さん、マスク取ってください。しゃあねえな。用意して。え、もう間違ってないから。正直男性陣、イカチュンさんのこと可愛いって思ってますよね。そうなんですよね。そうなんですよね。すげえ可愛いんだよ。それだよ。毎撮影の旅を持ってると思う。いやー、本当ね、別に。あ、そっちで行くんだ。あの、こういう時に何も言わへんのがリアルやからやる。反応しよう。なんつったお前今。マイク、なんつったお前。マイク拾ってないだろ、もう一回言え。ほういんじゃないですか。気持ちいい。しじまくんの一発ギャグまで3、2、ティラノサウルスのモノマネ。シトさんも走ってください。じゃあ
あの、人さん、割と滑るからちゃんとガチじゃん。ガチじゃん。ガチじゃん。おー、ワークの余韻ムカつくわ、走り終わった後に。いるわ、こういうあの陸上大会の時のさ、予選敗退した。あるさ。次行こう。ゼロイチでの一番の思い出は TikTok の8人のステージ。2019年世界大会で優勝した。大阪に思いがけて行ったホテルに。わかるわかる。めっちゃおもろかった。めっちゃ楽しかった。一昨年の3月のゼロイチ23連勤。うわあ、あったわそんなの。やばかったな。ガチやばかったやつだ。ほぼ毎日会ってた。思い出ベスト3ぐらいある。ちなみにベスト2は TikTok の8人のステージ、でベスト3は下月くんとサシでチームラボに行った。サシでって言い方あるけど、あれね、あったね。そんだけ動画出てるよ。なんでそんな思い出残ってるかっていうと、あれヤバすぎたのに、私がベロア生地のぺったんこのパンプス履いていった。目を疑ったよね。しかも傘持ってきてないっていう。ヤバすぎる。以上です。やっぱ TikTok クリエイティブフェスティバルだな。あの時撮影もあったからね。新人手塚さんの撮影もあったし、いやあれ楽しかったね。よかったね。でやっぱその次はやっぱシャープと言った通りね、大阪の夜、泊まりの夜だね。そんなこれはね、面白いのはただ俺ら2人だけかもしれない。これ面白いのはこれ俺ら2人だけ。これね、使えないと思う。これ使えないと思うから。使えないけど話すわ。面白いから。面白いから。じゃあなんかこれは、はい、これは何ですか。いきます。3、2、1。はい、ということでゼロイチ初の質問コーナーいかがでしたでしょうか。ウェーイ。意外とね、お互いがね、知らないえ、そうやったんやみたいなことがありました、ね、意外と多かったね、うん、こんだけ一緒にいたけど、こういう話す機会あんまなかったからね。別に興味ないからな、お互いに。だから誤解されがちないけどさ、意外とゼロイチファンとの距離近めやと思ってるんだけど、勝手にもっとグイグイ来てほしいなっていう。コメント欄とかね、今回のなんか質問コーナーみたいな感じで、ね、走れてたら走るし、全中しろって言ったら全中するし。いつになるかわかんないんですけど、その時までぜひぜひ他の動画とか TikTok とかも見て、みんなともっと仲良くなれたらなと思います。まーす。はい、ということで私たち、せーの、3210ゼロから映し始めますの。ヒト、クリフォード、サプリメント、ピカチュン、シジマがお送りしました。バイバーイ。バイバーイ。マジで膝痛い。やばい。